ユニティスプリットライセンスをスマートスワッピングバランスから支払う方法は？このガイドではスマートコインのスワッピングバランスからユニティスプリットライセンスのプロモパッケージを支払う方法を説明します。お使いの利用可能なスワッピングバランスは PLC スワッピング .com のダッシュボードのスワッピングスマートバランスウィジェットで確認できます。では製品の支払いに移りましょう。DeFiUのウェブサイトにログインし、購入したいライセンスを選択して Purchase ボタンをクリックしてください。支払い方法を選択するウィンドウが表示されます。スワッピングスマートの支払い方法を選択し、チェックボックスにチェックを入れて利用契約に同意し、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。その後、プラチンパスポートの認証ページにリダイレクトされます。ログイン名とパスワードを入力して認証に進むか、すでにログインしている場合はアカウントからのログインを確認してください。次に支払いページに移動します。このウィンドウには注文番号、カウントダウンタイマー、スマートの金額及び現在の残高が表示されます。支払いを完了するには Yay, I want that というテキストのボタンをクリックしてください。支払いが完了の通知をお待ちください。おめでとうございます。スワッピングのスマートバランスで製品を正常に支払いました。支払い後、PLC スワッピングサイトのダッシュボードのスワッピングスマートバランスウィジェットの値が減少していることが確認できます。次に、ライセンスをアクティブにする必要があります。メニューセクションの My License に移動し、購入したライセンスを見つけて、アクティベートボタンをクリックしてください。アクティベーション履歴を表示したい場合は、アクティベーションヒストリータブに移動してください。おめでとうございます。ユニティスプリットライセンスを購入し、アクティブ化しました。ダッシュボードのトタルユニティスプリットリミットウィジェットで利用可能なスプリットリミットが増加したことが確認できます。ご質問がある場合は、いつでもサポートチームにお問い合わせいただければ幸いです。喜んでお答えいたします。